ございます。おはようございます。無理それは。さくらさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、いや、ちょっと待って、いいですか、ちょっととりあえず何そのねえ、失礼なんですから、ね、恥ずかしい、それはそれ、え、作ったんですか。あ、黙ってない。いや、おはようございます。おはようございます。いや、6時です。6時です。早い。いやー、せっかく誕生日ということで、はい、今日はみんな気合い、桜チームみんな気合を、はい、入れてきてるんですが、まあ、気合というと、まあ、僕らユニフォームも必要かなと思いまして、ユニフォーム必要って気づいたら、もう僕も気づいたらプリントメディアさんに電話してまして、はい、で、こちらもう中何日ですか、何日でできましたっけ。3日です。3日でこちらの T シャツを作らせていただきました。3日で作っていただきました。いやいや、ちょっと気合い入りすぎじゃないですか、これ。すごないですか、これ3日でできんの。さくらってプリントメディアさんのカタログ3年とかやらせてもらってて、結構関係値が高いですよね、はい、って言ったらもう連絡したらこれです。デザインも含め、はい、すごすぎる。これを僕と佐藤さんは来て、はい、年に一度の大イベントに臨みたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、あ、ちょっと時間なくて、はい、あ、とりあえず荷造りしてもらっていいですか。あ、OK、 じゃあとりあえず、じゃあ一回今日何するか教えて。お、あ、それはまだ、まだ、あ、全然全然、まだ、うち本当にあの今日めっちゃ早起きじゃないですか、はい、本当に楽しみで寝れなかった。今あの7時ですね。何か起きることだけご存知ですもんね。でも思ったんですよ、バンジー系毎年言ってるな、バンジー最悪と思って、でも覚悟できてないから、じゃあ荷造りしますか。はい、え、ポイント取りますか、荷造りの。いや、特にはないっすけど、はい、まあ一応の明後日までは帰ってこれないつもりで、はい、いていただいて。200メートルですもん。いや、それどうかわかんないですけど。なんで明後日って言ってんだから。そうじゃあ、ただキャリーケースにバッテリーだけ入れないようにしてもらって。飛行機なの？これだけお願いします。宮崎さあ、どうですかね。でもちょっと急いでもらっていいですか。あと30分後には出発します。飛行機急ぎ目でお願いしますね。じゃあまず洋服からですね。こんなことあるんですね。来てパッキングしてくださいって言われる人生なかなかないですからね。今日、明日、明後日が、え、ですよね。そうです。カラコンですね。カラコンはこちら使います。マスか、それ。私がイメージモデルを務めさせていただいているベビーモテコンです。ありがとうございます。7時から全力。今日4時に起きてますから。ベイビーチョコとメイビーリングモカ、可愛くない、ここに見てるだけで。パッケージが特徴です。あとはメイクセットですね。OK、 アイメイク系だけもしかしたら出しといてもらった方がいいかもしれません。あれ、アイマスクしてもらおうと思ってて、この後。大丈夫ですか。あ、じゃあもう出てきます。はい、こちら化粧水、乳液、クリーム、ヘアオイル、アンドハニー。お、あ、なんすかそれ。あ、これですか。はい、プロデュースさせていただいている靴下ブランド、フィグメイムです。元気やな、朝から。あ、やばい、忘れてた、いつも忘れるの、これ。アイロン、あ、やべー。え、ホテルですか。いや、それはいいでしょ。パジャマの関係とかあるでしょ、キャンプとかだったらさ。いや、キャンプかどうかもわかんないです、ちょっと。え、でもキャンプかもしれないじゃないですか。いや、外かもしれない。いや、本当に死ぬかも。ありえない。オッケー。はい、ということで、あとはもうちょっと足してから、はい、もう準備完了。早くないうち。ではお待ちしております。待っててくださいね。楽しみ、ワクワク、チョブリグ。
さあ、準備良さそうっすか。一緒知らない人にご友達されたら。じゃあ、僕ら帰るんでーす。今電話で行きますみたいな、着きますみたいな。行きますか。どこに行くかも知らないままパッキングしました。でも一応、おしゃれな格好をしてます。おバッチリ食べれます。僕らもおしゃれですよね。はい、サウジアラビアだった。相当な覚悟持ってるじゃないですか。行きましょう。じゃあ行きますか。そうやって担ぐ人初めて見た。いやー、どうしよう、怖い。どうしよう、怖いって。今怖いとか言ってましたけど。さっきお仕事の人だった。三井さんいらっしゃいますか。できまず、すいませんね。ということで、はい、まあ、三井さんもいらっしゃるということで、はい、T シャツの謎が解けたんじゃないですか。わー、作ってくださったんですか。そうです。ありがとうございます。ちゃんとプリントメディア、はい、そういうこと。3日で作ってくれました。プリントメディアさんにご協力いただきまして、ご協力ありがとうございます。ちょっと待って、3兄弟3人、3人一緒の T シャツ。3兄弟もしいいですかね、ここで、はい、アイマスクと早くない？オーマーつけて。え、イヤホンも、はい、近いってこと？ちょっと音聞かれたくないんで。ちゃんとアイマスクあるんで、これ本当にやだ、また変な顔。不正感のまま移動するってこと？じゃあ、イヤホンしますよ。はい、ちゃんとね、ノイキャンでお願いしますね。ノイキャンします、プロなんで。じゃあ、こちらアイマスクつけさせていただく。バイバイ。おじいさん、よろしくお願いします。お願いします。聞こえます？さくらさん、ちょ、悪口言い方でした。結構眠りですね。今もうがっつり寝てましたね。ちょ、悪いぜ。さあ、到着しました。さくらさん、おはようございます。おはようございます。到着しました。あ、そうだ、今日撮ってたっけ。やばい、寝すぎてカラコンが。到着しました。 あ、そっか、やりましょうか。なんだっけ。みちさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ターミナル、はい、行きますか。行きましょう。行きましょうか。こっちかな。飛行機大好き。うち、どこでも嬉しいです。お、ねえ、うちいつも行くの羽田空港。今日はお気づきになられました。今日は成田空港来ました。はい、何ですか、違い。成田、まあ、行きましょうか。ね、ここ日本。ちマジ来たことないんだけど。カナダ。待って、海外行くんですか。あ、パスポートうち持ってない。え、うちパスポート最近取った。うちパスポートどこ行く。ここの準備できました。え、うち韓国行きたい。さくらさん、2人で行けるの。韓国がいい。いや、それはそう。今から韓国行きます。ソウル、ソウル。はい、今日はソウルに行きます。今から。あ、ソウル持ってきました。あ、うちマンポ。え、ちょっと待って、どこいたっけ。え、なんかちょっと出国もできない。あ、ママ、ママが持ってます。いっとくそ。持ってんじゃない。まさかの。最近ママと電話してましたよね。すいません。ここは成田空港の国際線出発ロビーです。やば、やば、えぐ。私9月に行くんですよ。おお、9月に行く、多分行くって、はいはい、初みたいな。おお、すいません、ちょっと先取りで。ねえ、やばい、韓国やばい、注文が美味しいってな。そしてパスポート、はい、安心してください。ママからお預かりしております。やばくね。
ママが急に、はい、間に合わないからみたいな言ってたんですよ、はい、このためです。やばめっちゃ並んだんです。え、嬉しい。やばくない？楽しい。とりあえず手続きしますか。手続きしましょう。え、ガチ？やばくね？とか言って羽田に帰るドッキリかもしれないですけど。最悪じゃん。さくらさん、無事に出国の審査を終え、はい、危なかったです。できないかと思います。悪いことしてるんですか。いやちょっとね、余裕があるそうなので。そうですね。なんか、まあ、朝ごはんとか食べてもいいかもしれないですね。絶対朝ごはん食べたい。韓国着くのが2時過ぎなんで、はい、ちょっと時間あります。食べといた方がいいです。食べましょう。何食べよう。フードコートもあるし。フードコート行きましょう。行きますか。フードコート行って選びましょう。はい、うまそう。うまそう。スライスを届きました。やばない。ということでいただきたいと思います。はい、お手を合わせて、はい、せーの、いただきます。もうめっちゃ美味しそうじゃない。朝からこんなの食べちゃって。いただきます。うん、まだ9時半ですよ、でも朝。今日は一日楽しんでいきましょうね。よろしくお願いします。お願いします。ごきげんさくてぃ。ついにっすね。2時間40分ぐらい。はい、楽しみ。たっぷり寝るぞ。気をつけて行ってきます。初めて日本の領土から出る感じですね。そうや、最高。はい、ということで飛行機乗りました。飛行機私本当めっちゃ大好きなんですよ。だからちょっとワクワク止まらないんですけど、初めて日本という国から体を出します。行ってきます。超ベリゴー到着です。アニョハセヨ。チョンサニョです。あ、はい。冷たくない？ということで韓国着きました。初上陸よ。初海外なんですけど、めちゃめちゃ逆光っていう。最悪。めっちゃ楽しかった。飛行機寝てたけど8割ぐらい。8割寝てましたよね。おお。全部が韓国語だとエモいっすね。なんか電車みたいなの。ターミナル行くの電車らしいですよ。一応そうやって書いてました。コロナ禍でも電車移動。電車移動なんですね。うわ、エモ。ちょっとおしゃれじゃない。でもやっぱどの表記にも日本語で書いてくれてて、日本人に優しい。おお。スピードも速いですね。じゃあ次ぐらいに乗ります。こなれてるな。無事入国。よかった。なんか書かされてませんでした？何書かされた？あ、なんかサイン。サインしてください。ということで、はい、無事に韓国入れました。やった。誰一人かけることなく。あ、ということで、はい、ここから韓国楽しんでいきたいと思います。はい、さあということで、はいはい、タクシーでホテルに向かいたいと思います。あにゃにゃにゃ、はい、どこよ。あにゃ、あ、どうぞ。さあ行きますか。お、すごい。すごい、何これ。お、すごい。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。1時間ぐらいかかります。はい、1時間。はい、なんか行きたいところとか出てきました。ミョンドン。ミョンドン。ミョンドン。おお。
ごい行きたい。明洞はなんなら泊まります。そうです。あ、そうなんですか。明洞のホテルですね。やば。なんでもう降りたら外出たら明洞です。YouTube でめっちゃ見るんですけど、明洞はねやっぱ都会だから。行かせてもらいます。だから日本でいう渋谷的な場所らしいです。あ、そうなんだ。はい。あと屋台が。いいっすね。あるじゃないですか。はい。だから屋台も絶対食べたいし、洋服とコスメ。家でたくさん買ってある。あとは友達一人作る。おお。現地の友達作りに来てるな。急にハードル高いこと入ってきましたけど。ちなみにあのサニョンさんは。あ、サニョン。サニョンさんは韓国語は。一応できません。できるみたいな感じ出してたけど。あとやっぱイケメン。イケメン探し。パッソジュニのイケメンを探したいと思います。わかりました。やばい。運命の出会いが待ってるかも。楽しみ。置いてけぼりにしましたね。だけど、全然置いてけぼりにして、ご主人と帰るみたいに。わかりました、わかりました。めちゃめちゃ寂しい。わかりました、わかりました。さあ、到着しました。到着しました。超繁華街ですね。やばい。着いたじゃあ、ホテル向かいましょうか。ホテル向かいます。行きましょう行きましょう。本日泊まるホテルがこちらでございます。じゃーん、ここに泊まります。行きますか。楽しみ。さあ、ホテルロビー21階。21階、普通1階ですけど。21階あるんですか。いいですね。こちらです。はい、こちらです。おお、なんか高級感ありますね。なるほど。あ、トイレね。こういう部屋住みたい。おお、ちょっと寂しいかも。こんな感じです。じゃーん。え、嬉しい。めっちゃ高級感ある。最高。ということで、あ、今日明日ですね、私はこちらの部屋に泊まりたいと思います。嬉しい。ということで今回ですね、なんと、はい、ソラリア西鉄ホテルソウルミョンドンさんにご協力いただいております。そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。タクシーも手配していただきました。最初のありがとうございます。優しい。一応ちょっとね、部屋がどんな感じか。はい、はい、そうですね。まあ、こちらドレッサー的なね感じで。すごいですね、こんなでっかい鏡。こちら鏡、コンセントついてますよ。コンセントついてる。日本のコンセントか。日本と韓国のコンセントあるんです。はい。とソファ。あー、でもこれ夜景がこっち側すごい綺麗って言ってましたね。綺麗って言ってました。だからちょっと夜ね。ここはまあクローゼット。お手洗いよ。トイレ綺麗なのマジ大事ですよね。最高。あとタオルとお風呂が別々なの。うん、最高。たまに一緒のとこあるからさ。こんな感じ。お風呂こんな感じ。はい。透明でセクシーな感じですね。確かに。この豆は見せられません。大丈夫です。豆もみたいな。はい、という感じで、はい、こんなね素敵な高級なね、あのホテル最高っすね。あのフロントの方もホテルの方もめっちゃ日本語上手で安心しました、うん、じゃあまたちょっと準備ができたら呼びに来るんで、はい、お待ちください。します。はい、バイバイ。チョベリゴ。あ、あれですかね。どれでしょうね。前にいる方、あ、違うの。サプライズのケーキが実はもうオーダーしておりまして、はい、届いたんで、さくらさんは今部屋で待機中っていう感じでちょっとこっそり、はい、ピックアップしたいと思います。すいません、秋の
よろしくお願いします。ありがとうございます。一回見てもいいですか。そうですか。うわ、こっちが前なんで。よいしょ、こんな感じです。すごい、ほら、素敵な感じのケーキが作っていただいて、はい、全貌は後で、後ほど後ほど、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。ということでケーキを受け取ったので、はい、バースデーサプライズをやっていきましょう。結婚したいと思います、はい、僕らも着替えましたしまた T シャツ変わってるじゃないですか。実は2種類作ってましたプリントメディアさんありがとうございます。すごい。じゃあ呼びます。はい、送信。21階に来たら僕は隠れますので、はい、里弘さんがちょっとアテンドしてもらって、はい、里弘さんの音楽の合図でケーキ出しを、ケーキ出します。お願いします。初めて。いいっすね、 T シャツ。めっちゃいいですよ、めっちゃいいですけど、はい、いいじゃないですか。同じ T シャツをということで、さくらさん、はい、こちらへ。おー、たぶん、このこちらへ、カーテンの向こう側へ。ダメです、大丈夫です。こちらへ。すごくない？まあ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 、犯罪じゃないですよ。いや、犯罪じゃないですちゃんと許可取ってますからやめてください。じゃあ一番奥の一個だけある席に座っていただいてお調子者作品よ。え、ランチマットが一つしかない箱、なんだと思います？ご飯。なあ、ご飯。はい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 。コースとか。はい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 。が来るのかなって。コース料理的な。お腹も空いてきたしね。甘いですね。甘酸っぱいね。いや、そういうことじゃなくて。違いますよっていうことです。あ、そういうこと。え、てかなんでここ一人だけ？もしかして怖いことさせられる？では。BGM 下げさせていただきます失礼しますちょっと大人の事情ですね。18だしね、うん、そう、やっぱちょっと大人っぽめのケーキ、はい、こんなケーキ初めて。超可愛い。お花乗っちゃってますからね。やばい。お気づきになりました。A 足りなくねってあれか、あの YouTube のためのあれ、笑いか。あー、もうちゃんとそのポイントまで。ありがとうございます。じゃあ願い込めて封していいですか。はい。ちなみに何ですか、願いは。あ、18歳です。ダメですよ、抱負しか言えないですから。じゃあ18歳の抱負。あ、抱負は聞かせてもらってもいいですか。あります。なんか全体的に大人っぽくなりたいなっていうのありますね。考え方も、うん、やっぱ見た目も大人になりたい。なんかもう本当にめっちゃ子供なんですね、考えとかが全部。まあ、あとは18は高校を卒業する年なので、うん、勉強と仕事の両立をしなきゃまずいので18はそうですね卒業はできるんですか、高校。正直今 80% ぐらいはできないですかできない方、できない方かなんですけど、私いつも本当ギリギリに追い込めるタイプなので、はい、大丈夫なので、はい、あとはあとは何もないですもう仕事、はい、めっちゃ頑張る。あとは旅行いっぱいする。うん、いいですね。ということで、はい、願いを込めて、願いを込めてハッピーバースデー、さくら。
すごい。好きな可愛い。はい。ケーキを切ります？切りましょう。え、写真撮ると。取ってください、取ってください。上ちょい開けで。はい。借りれるんですね。はい。ここもあのホテルさんにご協力いただいて。ありがとうございます。貸していただきました。本当にありがとうございます。はい、って感じで。韓国にお越しの際は皆さんもソラリア西鉄ホテルさんへ。え、じゃあ私切りますわ。え、このお花食べれないですもん。たぁ、何も言ってなかったら食べれないんじゃないですか。ひった。あ、ダメだ。よし、じゃあこれ切ります。か、もう行っちゃってもいいですよ、それ今。ああ、ガブ行っちゃってもいいですよ。ガブ行っちゃってください。18歳ですから。18歳。いやお、お、めっちゃ美味しい。オレンジジュースもやった買いますので。オレンジジュース。でも毎年本当に大きなお祝いしてくるんですよ、毎年毎年どんどん。うん、でも本当次期待しちゃう。またいや、そうなんすよね、まあ、毎年もう悩みですよ、はい、楽しいけど去年を超えなきゃってやっぱあるんですよ。そりゃそうですよ、はい、でもあの来年のこと考えてないんですよね、逆に。来年これがあるから、はい、ここまででとどめなきゃみたいなことを考えたことなくて。おお。さすがに。はい。次は行きましょう。じゃあ乾杯しましょう。はい、乾杯しましょう。誕生日乾杯。最近 KP じゃないらしいですね。え、そうなんですか。知らないですか。知らないです。じゃーん。韓国語で乾杯。へぇー、ここは本場ですし。確かに。ちゃんじゃないといけませんか。あ、わかりました。ちゃーん。ちょっとテンション低めなのかな。温度感むず。結構著名な方の誕生日のケーキ作られてる方でたまたまお願いできて。そうなんだ、ありがとうございます。幸せだ。うん、そしてそして、はい、まだ終わりではございません。本当ですか。はい、ここまでしてくれたのね。終わりでいいのに。普通終わりでいいのに。あ、じゃあ終わりでもいいですか。ごめんなさい。プレゼント、はい、もちろんおります。やったー、プレゼント大好き。わかりやすくていいですね。我々桜井チーム、はい、まあ、別々で買ったんですよ。お、で、今回実は何買ったかお互い知らなくて。知らないです。どっちから渡そうかなはもう桜井さんに決めてもらいます。正直、今後の付き合いから変わります。ここまでやって韓国連れてきたのに変わる。です、いつもお二人となんか意見合わないじゃないですか。確かに好きなものとか選ぶものとか全然違う気がして。ありえるありえる。結構正反対ですもんね。いつもだから正直本当にどっちでもいいですよね。はいはいはい、はい、だからじゃんけんしましょう。じゃんけんで、はい、勝った方から。最初はグーじゃんけんぽい。うわー、勝った方から。おから勝った方から。およーし、いいですか。本当は本当は後が良かったけど。いいですか、奥からで。え、楽しみ。全部滑ったなって正直思った。ちょっとボケにね、行く時もあるじゃないですか。はい、今年は僕、まあ、もちろん探しまして。なんだろう。僕からはプレゼント。え、ありがとうございます。なんか、ぜひちょっと一包み。ここはアルマーニエクスチェンジ、エクスチェンジっていうブランドになります、ね。私知らないかも。え、嬉しい。やっぱ匂い嗅ぐんすね。え、うん、予想は。え、生きてるわけないね。なんかポーチとか箱の大きさ的に多分、うん、小物。あー、せーの、
うん、おー、まだわからない。わからん、マジでわからん。いきます、すいません。あ、すいません。ごめんなさい、声の知らないので。せーの。え、帽子？はい、今回ちょっと僕ボケれず、ボケず、めっちゃ可愛い。え、最近そこをかぶられてるなと思ったんで、ちょっと一目惚れしまして、これこちら。めっちゃ可愛い。買ってきまして。センスめっちゃいい。え、めっちゃ可愛い。え、めっちゃ合ってますよ、コーデに。え、めっちゃ可愛いこれ。よっしゃー。みつきさん、ナイスセンス。てか、あのキャップが最近ハマってて、ずっと。いや、そうですよね、かぶってらっしゃるなと思ってて。ずっとかぶってるから、超嬉しい。バリエーション増えた。よっしゃー。めっちゃ可愛い。やばいこれ。本当にありがとうございます。めっちゃ大事に使います。いや、じゃあ早速拾っちかな。いや、やばいなこれ。じゃあ取りますよ。はい、お。ありがとうございます。はい、え、ジルですか？はい。やったー。お、こちらです。ジルシャート。これはもう。はい。僕ら夫婦から二人から。え？おお。はい。二人がかりかよ。はい、ジルシチュアートはね、女子がもらって嬉しいものだらけということで、え、超気になる。はい、こちらジル、はい、パッケージかわいい。リフティングしてくれたのかな。ということで、いただきます。はい、せーの。かわいい。パカプリ見てみてください。これ欲しかった。パッキングくりつらのマジでおもろかったな。と、そっちの上に入ってる、はい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 、それよく見てください。そういうこと。名前入り。名前入り。おお、すごい。入れられるんですか。はい。知らんかった。すごい。しかもなんか色味めっちゃ可愛いんだけど、こんな感じ、薄ピンク。どんなリップにも合いそうですね。これはポーチかな。はい、ケースですね。鏡のケース。はい。このセットでございます。素晴らしい。チョイス彼氏じゃないですか。チョイスめっちゃ。まあ8割あの日向のチョイスですけど。ね、はい、さすが。さすが。そちらもあのカードが。あ、こちら。はい。思ったんですよ。ひかりちゃん、お誕生日おめでとうございます。これからも体調に気をつけて頑張ってください。今後もいろんな活躍楽しみにしています。ありがとうございます。嬉しい。よかった。めっちゃ最高。ありがとうございます。よかった。やば、これはしかもどっちとも超使えるやつ。ありがとうございます。おめでとうございます。いや、超嬉しいと思った。あともう一個ちょっとした仕掛けを。ちょっと待って、多すぎじゃない。まあ、プレゼントはもうここまでなんですが、はい、視聴者の方にも、はい、何かあげれないかなと思って、はい、で、さくらさんが今着てる、はい、僕らが今着てる、はい、この T シャツ、はい、を、実は、複数作っておりまして、これ視聴者の人欲しい人いるんじゃないかなと思って。ちょっと、そう、そうなんだ。ワンサイズでもこのサイズ伸びますよ。女の子が着たらちょっとワンピース風で可愛いですっていうのをちょっと今回できたらどうだろうって思って。優しい。で、それもプリントメディアさんがめっちゃもう心よく引き受けてくれて、そう、じゃあプレゼント企画も、はい、できるっていうことなんで、どうしようかなと思って。どうやって、これね、本当にね、こう18って書いてて、本当に今しかもらえない、あ、あの時の T シャツだみたいな感じでね、思い出になると思うので、ぜひぜひ皆さん投稿してください。ということで、本当にありがとうございます。いろいろおめでとうございます。今日は夜まで楽しみましょう。はい、超バリグーということで、はい、夕飯ホテルの方でちょっと用意してくれてたってことなんですけど、はい、今ここがホテルじゃないですか、はい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 、ここです。えぐすぎ。ということで、今日はこちらのミョンドン餃子さんに、ミョンドン餃子さんでご飯を食べていきたいと思います。はい、楽しみ。もう行きます。ワンビビン麺 and
two colorful dumplings. One. Yeah. 2000円は先払いです。はい。先払いですね。4万2000円先払いです。ゴリゴリの日本語喋れましたね。あとめちゃめちゃ高いです。クーポン4200円、01個消すぐらいのイメージ。韓国ドラマめっちゃ見るの好きなんですよ、ね、だから全員俳優と役者さんに見えるヒストロさんみたいな、みんな演技してるとか。こっちを押して話すと、あなたが一番可愛いね。すげえ、マジか、すげえ。無敵じゃないですか、それは。超無敵。何ともできる。これが有名らしいです、ニョンドン餃子。カルフーツ有名らしいです。すごい匂い。ありがとうございます。どうさんに拾ったわよ、欲しい。さっき私の家族行った時、韓国に憧れて、この箸わざわざ買ってきて。かわいい。いただきます。いっちゃってください。キムチから、本場の。本場のキムチ。はい、激辛です。僕ですか。ほんま、僕は辛いの得意だからな。待って、うまっ。めっちゃニンニク効いてる。こんなごついのいきますよ。普通のキムチの5倍ぐらい辛い。うん、めっちゃ辛い。日本じゃ全然こんな辛ない。失礼します。辛いね。これを辛い。結構しっかり辛いです。辛い。めっちゃやばい。うまい。うまっ。ちょっと辛いからと思ったら辛い。うまっ。なんか韓国の料理って感じ。この水餃子的なの。はい、と一緒に麺を食べる。この部分。いただきまーす。うまっ。やばい。何味ですか。そうですね、醤油だし。醤油も食レポ。醤油だし的な感じですね。ちょっとよくわかんない。なんかこのうどんみたいな、このそばみたいな。うまっ。食感はもちもちっすね。もちふわ。もちふわ。スイスイ。スイチが。でも、なんかいくらでも食べれそうな。でもこれが餃子。マンドゥ。マンドゥ。マンドゥ。こんな餃子より丸いの。食感小籠包みたいな。熱そう。中身超多い。ぎっしり。うまい。なんか重くないから、うん、めっちゃ食べれる。やばいかも。革命。ここ人気出るわって感じ。すごい。え、緑？はい、麺緑っすね。ちょっと結構硬っ。あ、こっちはもう甘いですね。全然辛くないですね。うん。あ、後から結構辛さが出る。
味噌みたいな普通じゃん系の甘い味が辛くない。甘い休憩で甘い休憩までです。おいしい。レベル高い。これ日本で食べれないですね。食べれない、うん、ないもんこんなお店。ごちそうさまでした。美味しかった。食べられないようなその餃子の味となんかうどんみたいな、本当にめっちゃ美味しくて、あのまた韓国来た時はね、すごい来たかなって思いました。日本にもこういうお店できますように。ということで、ちょっと外歩いてみますか。外歩いて、はい、今日は止めたんで終わろうかなと思います。疲れましたもんね、移動でだいぶ。疲れた、だいぶ今日はバタバタしてたので、今日は多分めっちゃ寝れると思います。はい、ということで、お召し上がりまーす。はい、さあ、ということで、はい、行きます、ね、はい、プラプラ、こっちに行きましょう、はい、でもこっち見てないから、うん、こんな感じでやっと、おでんじゃないですか、おでん、うまそう、チーズとか、うわ、フルーツジュース、うまそう。明日の夜ご飯のやつですね、一応、屋台の食べ歩きは。そうですね、はい、ね、買い物するから、はい、今日は何も買わないで明日爆買いするから。あ、うち韓国のプリクラ撮りみたいなの。お、確かに。じゃあ後で撮りに行きます。はい、 3CD だ。うん、明日 3CD 行きたい本場ですからね。やばい、買い物の買い物好きの血が、財布の紐がうわ、すごい。え、超高いじゃん。うわ、すごい。ピックアップある。じゃ目移りしちゃいますね。あとなんか可愛い女性の方多いからめっちゃ見ちゃう。あ、これ知ってる。いや。龍のひげ。龍のひげ。杏仁。杏仁。なんだろう。チョコレート。チョコレート。なんか。甘い、うん、nutty、salty and sweet、 塩甘い、classy、 nuts、 アーモンド、nutty、 nutty、 アーモンド、ヘッドビデオファースト、OK? Welcome to 명동、東京、イケメン、かっこいい、きれい、かわいい、ありがとうございます。What is this? This one is honey, honey, honey. Hachimichi, hachimichi. And mix it up for one week, boil and dry. Oh, very hard, right? Super hard, right? Super hard. And you guys guess what it is? I'm a magician. This one is cocaine. Make a hole and then. Oh, baby, one more time. Nobaste, nobaste. Nobaste, nobaste. Stretching, stretching. Then Tokyo, Myeongdong collaboration power. Otani Choi power. Akihabara power. And Oishiku Nare. Oishiku Nare. Moe Moe Kyu. One, two, double. Two, double, four. Four, double, eight. 1024? Microphone. Like a food. Mada, baby. 2000? 48. Wahoo. Like, Oba-san here. Scared. Yabai, right? Oba-san here. Kuru. Where are you from? Arigatou gozaimasu. Tokyo, thank you. Masu wa, ashimi kara.ピーナッツ試食用。おいしい。食べた、すごい。食感が一瞬でなくなるよね、ふわふわっと。あ、おいしい。ありがとうございます。感謝합니다、感謝합니다、感謝합니다。やばい、なんかトイレ行きたくなっちゃった。なんで？いくらとか書いてありましたね、韓国のプリクラ。韓国の、あの本場の千代久保に何体かあるんですけど、はい、本場のプリクラ取りに来ました。行きましょう。どう違うんだろう。じゃあこれ
どうする、韓国のめっちゃ有名なキャラクターだったら申し訳ない。あ、これいいね。これにします。めっちゃ空いてますよ。全部空いてる。正直貸し切り。なんかさ、黒くない？あと日本はカラーの色紙あるのに。確かに音楽もないっす。音楽もない、寂しくないです。 YouTube 向けでは YouTube 向けなのに。じゃあちょっと黒のモデルにしてもろて。それは無理。ちょっと静かすぎてなんか乗らないんだけど。カウントダウン15秒ぐらいあるんですよ。カウントダウン長いなぁ。じっくりって言ったよね。じっくりじっくりこうしね。あ、これがちょっとイライラ。イライラモード開始。お腹空きました。本当にお腹いっぱい。あとやっぱり加工が少ない。漏れないよね。なんか、なんか半分者の人ってなんでこれで漏れるのって感じ。なんか早っ。日本よりなんか早いし。漏れてる？漏れてるのかい？ちょっと漏れてる。ちょっとだいぶ漏れてる。なんか、もう韓国のプリクラだ。絶対今度からみんなに回ったから。めっちゃ前だったら。やっぱいつでも祭りの感覚味わえるってこと？超最高じゃん。待って。こんにちは、これは美味しい。おお、すごい上手。あれ、もしかしてすごい、ちょっとイケメン。かわいいな。めっちゃかわいい。ほんと面白いですか。カバンあります。完璧な偽物あります。完璧な偽物。なんでもあれ、時計とカバン。完璧な偽物よ。完璧な偽物ありました。がっつり言うことある。店の人も言うてたもん。10円パンの本物のやつ。あ、本物よ。お腹いっぱいだから。危なかった今。本当に日本では見ない光景すぎて、とても全部新鮮っすね。マジでずっと韓国行きたいと思ってたけど、来たらもっと回数重ねたくなる。でも私めっちゃ行くようになりそう。おー、チョベリグということで、本日は私のお誕生日企画ということで、サプライズで韓国行き、情報量多すぎてちょっと今日サプライズで韓国行って、いろんなサプライズをしてくださり、ここから2泊3日の韓国旅行が始まるので、はい、今日で終わりじゃないですからね、はい、これからもですね、あと何本か韓国での動画上がると思うので、ぜひぜひチェックしてください。18歳のさくらもぜひ応援よろしくお願いします。お二人ありがとうございました。いや、おめでとうございます。皆さんもお祝いのコメント来てるか分かんないけど、きっとたくさん来てます。ありがとうございます。素敵な一年にします。ということで、せーの、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。チョブリグ。さあ何します。帰って寝ます。疲れてんな。今日は K-POP 見て寝ます。